崖の下はかなり霧が濃い。崖と崖の間でほぼ一本道になっている。崖を降りる。あ、こいつは。ジェイクがあの人影の足跡らしきものを見つける。二人は足跡を辿っていった。これは洞窟か？足跡は洞窟の入り口らしきところの手前で途切れている。ま、ここまで来たら入ってみるしかないわな。躊躇してられないわ。行きましょう。二人はぽっかりと開いた洞窟の奥へと入っていった。洞窟内には滞りなく水が流れている。くそ、靴にたっぷり水が入っちまった。仕方ないでしょ。それより早くその人影に追いつかないと。おい、聞こえるか？ジェイクの声が広い洞窟内にこだました。やれやれ、やっぱり返事はないか。とにかく進んでみましょう。エイミーはリュックから方位磁石を取り出した。ん？ちょっと待て、これは？壁に何か文字が書いてある。四つの謎かけが示すもの。それがすなわち、鍵である。なるほど、四つの謎かけ。なんだろう、これ。さあな、なんとなく大事なことを言ってそうな気もするが。四つの謎かけ。それはセーブ。壁の文字。北へ進む。東へ進む。うわー、これ迷いそうだなー。北へ進む。北、東、北ね。東。東。え？誰だ？そこにいるのは。トカゲに気づいたジェイクが走り出した。ジェイク！待って！ジェイクが曲がり角を曲がり、エイミーもそれに続く。ジェイクが思わず立ち止まる。ジェイク、いきなりどうしたのよ。息を切らしたエイミーがようやく追いついた。いや、確かに人が見えたんだが、曲がり角の先はただの行き止まりだった。目の錯覚だったのか。今までのことだもの。多分ここに何かあるのよ、きっと。そうかもしれないな。よし、ここを調べてみようか。調べよう。壁に文字が書かれている。鍵よ。ここが出口ってことか。一体何が必要なんだろう。ここに何かあるのは確かなんだが、もう少し洞窟内を探索してみるか。そうだね。北へ進んだら出口か。オッケーオッケー。西へ戻ろう。東へ進む。西南。西へ進む。東西南。東へ進んだら戻るよな。だよな。じゃあ、西へ進もう。一旦、東西北で行こう。北。ここは、行き止まりみたい。戻るしかないな。あ、ちょっと待って。この壁に何か書いてあるわ。四つの謎解き、出た、その四。手を差し伸べようと、何かが変わるわけではない。とりあえずメモります。さてさて、戻る。
西へ進む。お、ここで北はもう無理か。西。まだあった。ここ東行けんの？また行き止まりよ。ここは、さっき来たところじゃない？いや、そんなはずはない。ほら、壁にある文字も違うだろ。でも作りが全く同じよね。ああ、まるで人工的に作られたかのようにな。気味悪いね。その2、病という悪魔、闇に包まれ、一人旅立つ。意味がわからん。とりあえず、メモりましょう。その2。さて、南に進んで、南か。行き止まりで、ここから先は進めない。その1、10の人生、10の物語、そして、一つの結末。わけわからんね。何言ってんだろうね。10の人生。さて、東へ進む、南へ進む、東へ進む、東へ進む、ほほほ、西へ進む、南へ進む。おっと、壁の文字を調べる。ここがスタート地点か。ちょっと待って、北の方向を全部調べたいんだな。とりあえず、東へ進む。東進んで南か。南へ進む。マジか。ここでもう終わりか。じゃあ、南方向行きましょう。東。行き止まりで、ここから先は進めない。その3、待望の終結、永遠の安らぎ。さて、とりあえず4つ全部ゲットしたな。西へ進む。おいおい、また行き止まりか。でもここはさっきの場所と少し違う。似てるんだけど。そう言われてみればそうかもな。深く考えてはいけない。どういうこと？とりあえずこれもメモっとか。さてさて、最初にしか意味はないから、最初にしか意味はないから。
なるほどね。最初にしか意味はないから。まあ。まだ、とりあえず全部調べるか。北、東、西。あれ？この西に進んだら、はいはいはい、オッケーオッケー。じゃ、北進んで、北進んで、西で、南の南行こうか。あ、西の南で南へ進みましょう。そちらには、そちらは洞窟の入り口だ。今戻っても仕方がない。あー、ということは全部洞窟探検し終わったな。とりあえずセーブしよう。よし、それがすなわち鍵だよ。何言ってんだこいつ。で、じゃあちょっと考えますか。まず、その1。10の人生。10の物語。そして一つの結末。その2。病という悪魔。闇に包まれ、一人飛び立つ。その3。相棒の集結。永遠の安らぎ。その4。手を差し伸べようと、何かが変わるわけではない。深く考えてはいけない。最初にしか意味はないから。最初にしか意味はないからっていうのが、その一時のことしか言ってないのかな。それとも、全部の最初の、10の人生、病という悪魔、待望の終結、とを差し伸べようと、ここで言ってるのかな。それかさらに、最初の、じやたて、みたいな。じやたて。10の人生、10の物語、そして一つの結末。10の人生、10の物語、そして一つの結末。わけわからんな。とりあえず鍵のところまで戻るか。東、北、東、東、北。鍵を。あれ？探索してないエリアある？もしかして。ちょっと待ってね。でね、洞窟内探索してきたんですけど、探索した場所、なくて、探索した場所なくてっていうか、探索できる場所なくて、何なんだろうなって思って。とりあえずセーブしよう。で、なんだろうな。その1。10の人生、10の物語、そして一つの結末。深く考えてはいけない。最初にしか意味はないから。なんかね、鍵らしきものもなくて、謎解き、できる場所もなくて、選択肢とか出てこないか別に。どういうことだろうね。深く考えてはいけない。最初にしか意味はないから。十の人生、十の物語、そして一つの結末。でも最初っていうのがさ、やっぱり、その一、その二、その三、その四。やっぱ、地び立てじゃね最初の文字じゃね、地び立て。あ？え？ちょっと待ってね。はいはい、はい、ん？あい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 。すべて理解した私は。はいはいはい。は？ん？あーい、あ？いや、待って。あー、うん、あ、あー、オッケーオッケー。完璧に理解した。これあれか。やっぱあれだわ。僕の読みは合っていた。最初の文字。じゃあ、最初の文字読んでたけど、ジビ立て、じゃあ、ジビ待てか。ジビ待てみたいな。これあれか。漢字
って、最初の文字か。10秒待ってって読めるもんね。10秒待ってって読めるからなんだって話なんだけど、どこで10秒待つんだっていう話なんだけど、ここで待つってことかな。で、ここ、な？調べて待つのか。ちょっと待ってね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。は？一体、何が必要なんだろう？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。わかんねえんだけど。マジで？マジか。どうしようのか。ここだよな。ちょっと待って。20秒ぐらい待つわ。1、2、3、4、5、おい、ちょっと、あれ？さっき10秒待たなかった？まったく、馬鹿げたことばかり起き上がる。くたびれた声で、ジェイクがつぶやく。あそこが、出口みたいだけど、その人も多分、この先にいるんでしょうね。とりあえずセーブ。やれやれ。行くとするか。疲れた顔をしたジェイクをよそに、エイミーは洞窟の出口へと向かっていった。え？洞窟の出口に近づいた、その瞬間だった。何？何が起こったの？急に、目の前が真っ白になって、体が、全く、動かなくなってしまった。ジェイク！近くにいるんでしょ？返事して！返事は、返ってこない。いや、当たり前かもしれない。声を出したつもりなのに、自分の声が、出ていないのだ。金縛りってやつですか？何なの？ここ。すごく、苦しくて、すごく寒い。だんだん、意識が朦朧としてきた。誰か、助けて。帰る。ん？帰る編か。こんなところに洞窟があるとはな。カイルが足についた雪を振り払いながらつぶやく。洞窟は薄暗く、奥まで続いているようだ。こんな時に洞窟探検なんて気が狂ったのかもな、俺。でも、この洞窟に何かがある気がする。まるで洞窟の奥に呼ばれているような。はいはいはい、分かってきた。まず、エイミーが誰かを追っていて、そのエイミーを今カイルが追ってるんだよね、多分。奥です。ちょっと待って、セーブ。セーブしましょう。オッケー。よし。洞窟のね、急な登り坂になっている。まっすぐな一本道だが、かなり奥まで続いているようだ。行くしかないか。奥へ進む。そうか。それはよかったな。なんだ？今の声は。周囲には誰もいないが、確かに声が聞こえた。奥へ進む。なんだ？お幸せにな、お二人さん。また、一体、どこから聞こえてくるんだ？これジェイクだよね、多分。ジェイクのセリフだよね。幸せに、この声、まるで、頭の中から響いてくるような感じだ。僕進む。帰る楽だな。何言ってんだよ、俺は。
え？ジェイクは多分エイミーのこと好きなんだろうな。そんな気がしてきた。はっきり言って、辛いな。やっぱね、エイミーのこと好きなんだね。ジェイク。そう簡単に、気持ちを変えられるわけねえよ。オグス。どうすりゃいいんだ？やっぱジェイク黒幕説ない、これ。あいつ、結構可愛いとこあるよな。あ、お前、あいつに気があるのか？ラック、そんなわけねえだろ。冗談だ、冗談。今の。ジェイクとカイルの会話だよね。旅でもして、気を晴らしてくるかな。ゾーディアック。古代の恋愛都市か。行き止まり？カイルは、引き返そうとしたが、壁の文字に気づいて立ち止まった。鍵をってやつ。あれ？違った。これより、先、聖なるうち、天使と悪魔の認めた者のみ、通行が許される場所。信じる図を変えることはできないだろう。しかし、未来は、お前が作り出すものだ。はい。壁が、消えた？奥には階段が見える。あそこが本当に、聖なる地、なのだろうか。念のためカイルは、リュックから、ストックを取り出した。手に、ストックを固く握りしめ、カイルは、慎重に、階段を登っていった。ここは？一見、ただの高地のように見える。周囲には、何もない大地が、ひたすら広がっている。深い崖を挟んで、向こう岸が見渡せる。この崖は、さすがに降りれそうもないな。とりあえず、崖に沿って歩いてみよう。先へ進む。あれは一体、カイルは、思わず立ち止まった。まるで、奥に見える山を包み隠すかのように、周りを霧が囲んでいる。ちょっとセーブしよう。霧の中に進む。不思議だ。あれほどの霧が中に入ると消えてしまった。やはりここに何かがあるのだろうか。出たー。ここでセーブだったな。あ、やべ、北進んじゃった。正面には巨大な岩がそびえ立っている。カイルは岩のふもとに近づいていった。これは壁画か？見渡すと至るところに壁画が描かれている。やはりここは聖なる地、ゾーディアック遺跡。噂は本当だったのか。カイルは巨岩の周囲を歩いて様々な壁画を見て回った。ん？一つの壁画の前でカイルの足が止まった。明らかに他と違う壁画がある。巨大で妙なくぼみも見られる。カイルはメモ用紙を取り出してその壁画を書き写した。うん。くぼみがあるってことは何かはめるってことだろうけど。え？何それ？これは一体。壁画の横に文字が彫られているようだ。謎解きですか。これは神聖なる魚。聖なる地の案内役。迷った時は魚に聞け。ちょっと何言ってるかわかんねえな。うわー、出たー。白葉球、金牛球、はいはいはい。これら12の球をかたどった石片を散りばめた。すべての石片が集まるとき、真実が明かされ、未来が作られる。
そして魚は動き出す。つまり、12個の石を集めるってことか。だよな。うん。画面の中央のくぼみに、石片が一つはめ込まれている。取り出すことができそうだ。はい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 。魚の壁画を調べる。石片、うおい。石片をはめ込む、または外す場所を選んでください。あれ？これカーソルで出てるかな？まあいいや。または外す場所を選んで。石片をはめ込む場所をクリック。石片を外す。総魚球っていうのが入ってるのかな、今。なるほどね。順番とかわかんねえけどな。さて、入手した石片ないね。確立した魚の絵。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ハヤトラでした。